クフルの DIY。 皆さんこんにちは、アクフルです。めっちゃ光ってますね。ちょっと反射がひどい、反射がひどいですが、もうすぐ9月も後半、早いですね。9月も後半になろうとしていて、10月が来たらもうそこにはハロウィーンが来ています。楽しみです。で、ダイソーに行ってきました。ダイソーめちゃくちゃもうハロウィーンなんですね。もう早いなと思いながら思いながら、いろいろ可愛いものがあったので買ってきましたので、今日はそのご紹介と、次からはちょっとこれらを使っていろんなものを作っていきたいと思いますので、今日はご紹介だけになりますが、ぜひぜひご覧ください。はい、まず一つ目はこちら、ジップバッグ M サイズ、シンプルハロウィン M サイズ5枚入り。はい、なんでこんな反射するんですかね。このライトが明るすぎるのかな、変えてないんですけど。はい、こんな感じで、かぼちゃと、これ引くじゃないですよ、31です。引くに見えますよね、31って書いてあります。31っていう柄の入った、なんて言うんだろう、このチャック付き袋みたいなやつです。手前はこのゴールドのやつが印刷されていて、裏にオレンジが印刷されていますので、物を入れるとこうちょっと透けるような感じのものになっています。これは M サイズですね。大きさで言うと何センチだ、17センチ、横が17センチの縦が18センチぐらいの大きさになっています。それなんかこのままなんかパッと入れてラッピングしてプレゼントにしても可愛いんじゃないかなと思います。続きまして、ひょぎーん、2つ目はジップバッグ S ポップモンスター S サイズ。さっきのこれが M サイズだったのでちょっとちっちゃめになります。これはかなり種類がたくさんあって、このモンスター柄が可愛かったのでモンスター柄を2種類買ってきました。可愛いモンスターですね。ピンクのモンスターと水色のモンスターがあって、これも上がよいしょチャックになっています。前に顔の部分の印刷があって、後ろはちょっと透ける感じですね。これはなんかちょっと飴を入れるだけでも可愛くラッピングができそうですし、なんかなんだろうな、ちょっとわかんないけどイヤリングとかちょっと入れたりとかしてもいいんじゃないかなと思います。ちょっとした小物入れにぴったりのサイズです。これいろんな柄ありました。モンスター以外の柄もあったんで、ぜひぜひ見てみてください。続きまして、びゃん、折り紙。もう折り紙いっぱいあるのになんで買っちゃうんですかね。本当に本当に困る。困ってないけど困ります。まあ、折り紙とかマステとかあって、マステも買っちゃったんですけど、買いますよね。もうこれが可愛くて、はい、見てください、ここ星と白のピカピカがなんとも可愛い。これラッピングに使ったら絶対可愛いと思うんですよ。この全部こうキラキラとしてるからです。感じで5柄入っていました。これまたラッピングのやり方とかは別の動画にしてご紹介したいと思います。続きまして、シールです。フレークシールポップモンスター、こんな感じの絵柄になっています。こっちはちょっとこんな感じですね。金と黒とオレンジ基調にしてます。フレークシール、あとで手帳とかラッピング用に使いたいなと思います。続きまして、バーン、リボンです。ハロウィンリボン12ミリ、太いのも細いのも中ぐらいのもありました。さっきのこのシリーズもなんですけど、このモンスター系のやつが可愛かったのでちょっと揃えて買ってみました。サテン系のツルツルした素材のリボンですね。こんな感じの柄になっています。裏は無地です。蛍光ピンクと色違いで蛍光の黄色もありましたので、これを買ってきました。かわいい。続きましてもうさっきも言いましたけど、なんで買っちゃうんですかね。マスキングテープ、本当にこの間数えて皆さんにもご紹介しましたが、150本以上あるのにこれにはまた増えました。ダイソーのマスキングテープシリーズです。今回はたくさんあったんですけど、家にめちゃくちゃあるので2つだけにしています。はい、1つ目です。コロのちょっとマステっていうか、かなりテープっぽい感じですね。素材も和紙っぽいよりはちょっとツルツルした素材になっています。こんな感じのマスキングテープが1種類と、もう1種類はこれは素材がちょっと和紙っぽい
です。かぼちゃの柄すごい可愛いですよね。はい、こんな感じの蓋柄を買ってきました。そして最後はこちら。これは大きいダイソーに行かないとなかったので、もしかしたらご近所のダイソーにない方いらっしゃるかもしれないんですけど、ラフトパーツハロウィンカラー、こういうちょっとしたなんていうんですかね、フレークみたいなのが入ってます。キラキラしてるかぼちゃ柄のこういうパーツですね。です。これがカラフルなやつで、こっちがハロウィンカラー、オレンジと黒と銀の3色のやつになってます。形は多分一緒だと思うんですけど、これ買ってきました。大きいダイソーに行った時にあったので、つい追加買いをしてしまった商品です。これはかなり見た目よりも中身多いので、お友達とワケワケするのがいいかなと思います。はい、ということで今日はダイソーで購入したハロウィンの DIY グッズ、いろいろラッピングが多いですかね、ラッピンググッズなんかをご紹介していきました。ハロウィンまでにいろいろとラッピングのこういうのとかご紹介できればと思いますので、またご覧いただけると嬉しいです。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント欄にコメントリクエストお待ちしております。このようなご紹介もどんどんしていければと思いますので、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。アイクフルでした。バイバーイ。